こんばんは、アナンダです。夜の日方に来ています。今日はですね、夜の日方である出来事をね、観察しに来たんですよね。この時期そろそろね、起きるのではないかと思ってですね、今日はね、かなり寒いんですけれども、夜の日方に来ているというわけですね。こういうところにですね、いますね。これ、見えるでしょうか。これ、ヒソメやゴカイの仲間がね、いるんですよね、見てください。ここにもね、いますね。10センチぐらいあるんじゃないですかね。初めて見たんですけども、こんなにうにょうにょしてるんだ。これびっくりだな。ここね、見てもらいたいんですけども、もうすごい数のね、イソメゴカイの仲間がいますね。もう何十匹もいますね。で、目の前でウニョウニョ動いていますね。すごいなぁ。ここもすごいいますね。いや、こんなに夜中、こんなにそれがゴニョゴニョ動いてんだ。すごいですね。こいつらですね、繁殖行動しているようなんですよね。これで、多分卵とかね、精子とかを放出してるんだと思うんですけれども、すごい数ですよね。いや、びっくりしたな。動画では見たことあったんですけども、いざ目の前で見てみると、うお、すっげーってなりますよね。こんな何十匹も目の前にいるんだもんな。びっくりですね。ああいった産卵管はバチ抜けと言われてましてですね、シーバスをね、狙う人にとってはね、もうバチ抜けシーズン来たみたいな、そういう扱いらしいんですよね。私はね、ちょっとシーバスとかスズキですかね、特に狙ったりしないんでわからないんですけれども、このシーズンを待ち焦がれているということらしいですね。私はこのイソメがいっぱいいて面白いなぐらいの感覚だったんですけども、これをなんかスズキがね、荒食いするらしくて、それで活性が高まると、ルアーにもね、ガンガン食ってくると、そういうことらしいですね。いろんなスタイルのね、遊び方がありますね。で、これからですね、春が近づくにつれて、こういうね、産卵行為も何回もね、発生するらしいんですよね。ということで、また何度かね、観察しに来ようかなと思っています。
忘れていましたけども、磯宮五感の仲間にはですね、漁業権が設定されている場合がありまして、今日の場所では、そういうような漁業権が設定されていないんですけれども、取る場所についてはね、各自ね、なんて言いますか、確認をして、取っていただきたいなと、思いますね。ですね、帰宅しました。こちらがね、今日取ってきた五感の仲間になりますね。何匹ぐらいいるんだろう、もう100匹ぐらいいるんですかね。大量にいるので、気持ち悪いと思う方もいるかもしれません ね、まあ、ただ私は釣りをやるので、もうすげえ釣り餌がいっぱい取れちゃったという感覚の方が、なんか強いですね。でこいつらを、生き餌としてね、使いたいところなんですが、冬なので今ね、あまりね、釣りの対象魚はね、いないということで、これをですね、いわゆる塩磯目に加工して釣りの本格的なシーズンが始まる春から、ね、夏に備えておきたいと思います。はい、こちらですね、取ってきたゴカイの仲間をですね、キッチンペーパーの上にね、載せたところですね、今からこれに塩をね、かけていきたいと思います。ちょっとね、逃げてますけどね、元気がいいと、ね、はい、こちらですね、塩になりますね。じゃあかけていきます。かける量なんですけども、めちゃくちゃ大量がいいですね。こんな感じで、ゴカイの仲間がね、動けなくなるぐらい塩をね、たくさん使った方がね、いいですね。塩ですね、塩をたくさん入れて、もうゴカイの仲間から急激にね、水分を取るというのがね、もう作り方のポイントになりますね。これでですね、半日ぐらい置いておけば、おそらくね、ゴカイの中から水分がね、抜けて、いい感じの塩磯目になると思います。はい、こちらね、半日経った塩磯目なんですけれども、見ていきましょうか。ちょっとね、はい、こんな感じで。はい、先ほどの塩から五貝類をね、取り出しました。はい、こんな感じですね。結構まだね、柔らかいですね。もうちょっと硬い方がね、いいんだよな。ということで、これをね、今から冷蔵庫の中に入れて、水分をね、乾燥させようと思います。冷蔵庫の中で 2,3 日乾燥させたね、ゴカイがこんな感じになりますね。いや、柔らかい感じ。あんまり硬くなりすぎるとちょっと使い勝手が悪くなるんですよね。ということで、あとはこれをビニール袋のようなものの中に入れて、冷凍庫に保存するという流れになります。まずはですね、この袋の中に片栗粉を入れましょうか。袋の中に片栗粉を入れました。袋の中に入れました。これを、この袋のまま釣りに持っていって、その場で針につけていくという感じになりますね。結構乾燥しているので、常温でもね、多少の、ね、保存は効きますね。こんな感じで釣り餌がね、無料でできちゃったと、そういう感じになりますね。いやー、今回面白かったですね。はい、というわけでね、動画はこの辺でね、終わりにしようかなと思います。いつもね、動画のご視聴ありがとうございます。チャンネル登録やね、高評価、コメントなどなどお待ちしています。またね、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。